目覚まし止めて。だって僕のベッド仕事の道具や資料で埋まっちゃってるんだもん。自分の部屋くらい自分で片付けろ、このダメ人間。千尋くん、これを。この防犯スプレーでイチコロですので。ちょっとやめてよ、そういう僕の人格疑われそうなフォローは。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ほんとどうしてくれようか、あいつ番犬でも置いとかないとダメか。犬か、いいな。アパートじゃペット禁止だったしな。うわ、タイムリー。このくらいの大きさなら俺の部屋でも飼えるかな。あ、ダメだダメだ、ただでさえまどかに手がかかるのに犬の世話なんて。きっといい人が拾ってくれるよ。ただいま。まどか、あのさ、まどか様、これは何です？ね、猫です。お世話になっております、篠崎です。はい、子猫です。生後1ヶ月くらいのオス、黒の短毛、右前足ソックス、ブルーアイ。はい、よろしくお願いします。まどか様、何度言ったらわかるんですか。猫アレルギーなのに猫を拾ってこないでください。だって昨日からずっと庭で泣いてたんだもん。いい加減にしないと携帯の猫の写真も消しますよ。お兄、ケイジローのバカ。どうしよう。いや、逆に考えるんだ。猫がダメでも犬なら。来ないで、助けて。もっとダメかも。大丈夫だって、ちゃんと飼ってくれる人探してやるから。僕は傷ついた。もうちーちゃんに慰めてもらうしかないよね。わあ、癒される、かわいい。猫好きだったんだな。うん。犬は？猛獣だ！油断してると人間より大きくなって襲ってくるんだよ！助けて！あんな恐ろしい猛獣が野放しなんて、どうかしてる。お茶入れてくれ！尻尾もつけたよ。ああ、うちマンションだから無理。うちも猫飼ってるからごめん。俺んち、犬3匹いるからな。
小宮が捨て犬拾うなんて珍しいな。前に俺が拾った時は責任持てないなら手出すなって言ったじゃん。そうだけど放っておけないだろ。その犬どこに隠してんの？俺の部屋。見つかっちゃわない？犬嫌いなら保健所に連れて行かれるかも。うわなんか昨日から変なんだよね。千尋くんですか？妙に上の空っていうか、猫耳つけても降っても怒らなかったし。何してるんですかあなたは。やっぱ信用されてないかな僕。ただいま。千尋くん、ずいぶん早いおか。うん？いた。よしよし。なるほど。それで引き取り手は？まだ。わかりました。私のもらい手ネットワークはほとんど猫派なんですが、なんとかつてを当たってみます。本当に？ちゃんと相談していただければ お手伝いくらいできるんですよ。ごめんなさい。先に謝る人がいるのでは。あの、勝手なことしてごめんなさい。窓か。窓か。とりあえずその犬どっか隠して。よだれつけないでくださいね。どうしよう、やっぱり怒ってる。でもちゃんとダメなの分かってるけど、飼い主がちゃんと見つかるまでここに置いてやってください。いいよ。え、僕は犬は嫌いだけど、千尋のお願いくらい聞いてあげるよ。どうして黙ってたの？僕が話も聞かないと思った？違う、怒らせたんじゃない、傷つけたんだ。まどか、ごめん。今度からはちゃんと話すから。だから、よろしく。笑うな。よろしく千尋。でも犬の世話はしません。それは期待してないから。ちーちゃん、仲直りもできたし一緒に。お？こいつと一緒でいいならいいよ。ん？よくないよ。こいつとりあえず俺の部屋に置くから、入るとき気をつけてね。何そのトラップ、結界。おい犬、どこだ？ここにいたのか。しかし庭がこんなに荒れていたとは。はい、こんにちは。日野造園です。あれ、日野、なんで？びっくりしてる。ユージ、きちんと挨拶せんか。千尋くん、久しぶりだな。日野のおじいちゃん。この庭そろそろ手入れをする頃だと思ってな。どうせあの兄さんほったらかしにしてんだろう。そっか、君は庭師さん家の子だったのか。世間は狭いね。そうね。手伝わなくていいの？小宮がべったりだからいいっす。あいつ前からじいちゃんに懐いてんですよね。へえ。ヒゲ？違うと思う、似合わねえし。はあ、まどかさんも懐かれてんじゃないの？そうかな。あいつ勝手に犬拾うとか前だったら絶対やらなかったし。いいですね、ここから出てはいけませんよ。いつも我慢する方を選ぶから思ったより甘えてんだなって。怒ってる方が多いけどね。
あいつ怒りんぼだよな。昨日車から土持ってこいって。ああ、サボんなっておじいちゃん怒ってるよ。やべ、機嫌取っといて。もう、まったくユージのやつはしょうがないな。少しは千尋くんを見習えってんだ。かわいらしい作業服着せられてな、働き者だよな。これは困らないで。まさかあの変わり者の兄さんが千代さんの弟だったとは。本当はな、うちに引き取ろうかって話してたんだよ。え、身寄りはいないって言ってただろ。マジで困ったらちゃんと言えよ。そうだったんだ。なんなら今からでも来るかい。どうせうちはガキが多いし、犬も3匹いるし、1人増えたって困らねえよ。ありがとうございます。でも俺ここにいます。だってせっかく綺麗に掃除したのにまた荒れちゃうし、俺の部屋もちゃんとあるし、まどかや圭一郎さんにただいまっていうの慣れてきたから。だからそうかい、よかったな。ま、頑張れよ。無事引き取られました。おお、おめでとう。でも飼えなくて残念だったな。うえ、まどかがストレスで倒れそうだったから。いきなり自宅がホラーハウスだもんな。そんなに犬嫌いなのによく飼い主が見つかるまで我慢してくれたよね。犬のことちゃんとあいつにお礼言わないとな。やだ、めんどくさい、行きたくない。もう先方との約束は取り付けてあります。今さら変更はできません。聞いてないもん。私はきちんと確認しましたよ。また聞き流してましたね。どうしたの。まどか様が出張に行きたくないとダダを。出張、いつ。今日です。そういうことはちゃんと言っとけバカ。とっとと顔洗って着替えてこい。ちいちゃん冷たいよ。詐欺だ。第一印象は重要ですから。3日もいなくなっちゃうんだよ。僕がいないと寂しいでしょ。1年くらい帰ってこなくていいぞ。そうだ、これあげる。お風呂で悪いけど連絡用にね。もらっていいの。これを僕だと思って。いつでも電話していいからね。朝でも昼でも夜でも。しねえから安心して働いてこい。したよ。では千尋くん、留守番をよろしくお願いします。あー、人さらい。そういえばこの家で一人きりなんて初めてだな。これは誰にも邪魔されずに大掃除のチャンス。キッチンの排水口と換気扇とテラスの窓も磨きたいし、網戸も洗いたいし、この際カーテンクッションも。よし、やるぞ。キシで、湯上がりに風呂掃除に熱中して風邪ひくとかアホだろ。ちょっと盛り上がってタイルのカビ取りまでやっちゃっただけで、そんで気づいたら深夜だっただけで。ヒキシ、アホだ、アホがいる。お前今日も一人なんだろ、大丈夫かよ。平気だよ、大したことないし。それよりこれ教えて。携帯もらったんだけど使い方よくわからなくて、なんかピヨピヨ鳴ってたんだけど。あ、メール来てるじゃん。このボタンを押せば見れ。で、これを。
ちいちゃんおやすみ。ハート。いい夢見てね。キラキラー。返信はこれを押して。言いたいことあんなら言えよ。スルーの方が言ってんだよ。いやいや、いいんじゃないかな、ちいちゃん。呼ぶな。ただいま。あいつ一人いないだけで静かなもんだな。くしゅ。そこのマネキンはもう少し右で、照明もっと当ててください。かしこまりました。さすが高取さん、素敵なブライダルフェアになりそうだよ。ありがとう。恐れ入ります。明日は取材も入ってるんでね、引き続きよろしく。承知いたしました。ちょっと失礼。あ、はい。またメール。時間ぴったりすぎてキモいわ、うん、返信って伝えてもしょうがねえだろ。そんなに犬嫌いなのによく飼い主が見つかるまで我慢してくれたよね。掃除の続きするか。疲れた。千尋のご飯が食べたいよ。さっき食事したでしょ。気を使いながら食べたご飯なんて食べた気しないもん。ちいちゃんもきっと寂しくて泣いてるよ。メールたくさん送ったのに返事ないな。送りすぎでは。そうかな。では私はこれで。おやすみなさい。ああ、おやすみ。くしゅ。やば、熱出てきたかな。寝るか。本当に静かだな。くっそ、なんで風なんか。掃除途中なのに。せっかく誰もいない。静かすぎて落ち着かない。アホ、ちゃんと働けって。いつでも電話していいからね。あ、やっぱ千尋だ。おかけになった電話は電源が入っていないか。バカ、風くらいで電話したら迷惑だっつーの。寝よう。大丈夫、ただの風だし。早く朝になれ。あら、ちひろ、寝てなきゃダメよ。何してるの？おかゆ作ってるのよ。お米を煮ればいいのよね。うわ、炊飯器で作れるから。お母さん、仕事は？お休みもらったわ。ただの風邪なのに。こら、風邪をなめるとひどい目に遭うんだぞ。いいから寝てなさい。でも今一人なんだ、母さん。大丈夫だから。千尋、大丈夫？
熱があるね。風邪かな。なんで？タクシーで3時間で着いたよ。タクシー？いくらかかって？そうじゃなくて。電話くれたでしょ。取れなかったから。バカアホ。電話くらいで。おかえり。うん、ただいま。そうだ、お礼言わなきゃ。犬。え？ごめんね、飼えなくて。いいよ、正直まどかの面倒を見るので手一杯だし。そっか、ご面倒をおかけします。でも無理して犬を置かせてくれてありがとう。どういたしまして。おはよう。気分どう？今お粥作ってるから。なんだこの強烈なデジャブ感。熱下がったね、よかった。もう仕事戻らなくてよかったのか。え、大丈夫、手は打ってある。やっぱサボりか。いやいや。あとは頼んだ。いざとなったらこれを使うといいよ。帰ってきたら多分すごく怒られるからかばって。やだよ。つうか圭一郎さんに迷惑かけんなよバカ。ちいちゃん冷たい。今すぐ謝ってこい。ラブ、愛してる君だけ見つめて。千尋くん、お加減はもうよろしいのですか？ありがとう、圭一郎さん。あの後、大丈夫だった？ええ、まどか様が残されたカツラを深くかぶり、お気楽笑顔で、どうもとか言って乗り切りました。秘書ってそんなことまでしなきゃいけないんだ。人間、何事もなせばなります。とはいえ、あのようなことはもう二度と。かわいそうな圭一郎さん。それはさておき、次回は好きこそものの上手なれ。皆様、またお目にかかれましたら幸いです。よろしく。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。